クオさん昨日ペイペイで僕も買い物しましたよスーパーファミコンを夜買いましたスーパーファミコンすぐできるセット <laughs> 4000円ぐらいで売ってて、はい、スーパーファミコンとあと HDM ケーブルのお風呂沸き,きましたねしたそうスーパーファミコンちょっとやろうかなとな動画のネタで <laughs> <laughs> そうスーパーファミコンはちょっとね やろうと思いますまあ来年からですねちょっと鹿児島合宿鹿児島合宿みたいなねそれのちょっとエンターテインメントとして来たお客さんに対してあのスーパーマリオカートで勝負するみたいなねやろうかなと思います、ね、あそうそう昨日ね久保さんあの ライブやってたんですよ。ウラメルマが限定でライブやってて、ギリラライブやってたんですけど。まあ今月僕あのドリームアカデミアセールするんですけど、質問でドリームアカデミアに入ったら、なんだ、何割の人が稼げて、何割、何割ぐらいの人が稼げてるんですかみたいな。まあ8、人ぐらいですかねみたいな。2割が、あ2割ぐらいじゃないですかみたいな話したんですけど、どうですかね。 速化塾に入ったらどれぐらいの人が稼げてるんですかとか質問あるかもしれないですねまああとねなんかこの人は知ってるんですかとこの人は塾生さんですかとかなんか、まあ、他人が気になってしょうがないですよね <laughs> 他人が気になってしょうがないですよね まあ気持ちはわかるんですけど、うん、他人が稼げるかどうかより、他人が稼げるかどうかより、まあ自分が稼ぐ気があるかっていう、うん、のが大事なんじゃないかなと思いますね。だからね、あの、その深掘り動画でまたちょっと動画撮ってね、Q&A で撮ったんですけど、仮にその、 じゃあ、そこか塾に入った、はい、入ると、9割の人が稼げてます。で、1割の人は稼げてません。っていう情報があったとします。で、なんだあ9割の人も稼げるんだ。って多分見ると思うんですよ。でも、1割になる可能性あるじゃないですか。でも、1割を見ないですよね。<laughs> 多分。うん。だから、なんだろうな。 起業したたら絶対成功できますかみたいな億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですかみたいな。億万長者になれるんだったらいくら払ってもいいですよみたいなね社長。社長になって成功できるんだったら誰でも社長になりますよみたいなね。起業してあの起業したら前澤社長みたいになれるんだったら誰でも前澤社長あの起業しますよとかね。多分まあそういう考え方の人っていうのは多分。 ずっと起業もできないだろうし、うん、まあ無理でしょうね。自分がどうしたいのかっていうのが一番大事なんで、起業して俺は成功するんだっていう気持ちが前提として僕は大事だと思うんで。で、それがほとんどの人が9割、9割の人がそういうものがないから、おそらく起業してないんでしょうね。久保さん、会社の社長になるのって簡単じゃないですか。この前ね、あの、そう、マッサージ屋に行ったんですよ。 で、マッサージ屋に行って、まあ、長質問されて、何やってんすかみたいな。一応、一応、まあ、起業して社長やってますみたいな。え、社長さんですかすごいですね。みたいな。いや、誰でもなれるよ。みたいな。<laughs> ね。久さん、社長って誰でもなりません ?0 円で起業、1円、一円とかで起業できるし、別にその、定款作って出せば、社長になれるんで。 司法、もうやり方わかんなかった司法書士に丸投げすればいいんで、僕は司法書士に丸投げしましたし、税金のことも全部丸投げしてるんですけど、税理士さんに。うん。まあ、そうお金払えばね、別にわかんなくても、作ってくれるし。うん。だから僕、司法書士さんに10万ちょいか払ったかな。で、全部定款作ってもらって。だからルノワー,ールで、なんかちょっと打ち合わせ、1、2時間して終わりですね。会社名言って。 で、定款に何つけるのかみたいな。終了っすね。社長になりました。<laughs> 誰でもルノワールで1、日時間喋ればいいんじゃないですかね。社長になりますよ。そう、社長になる方法って超簡単ですよね。本当に誰でもなれます、はい。で、お金払いたくないんだったら自分で定款ねあの、書いて、なんか提出するとかなんかやればいいんで。 だからやっぱね、は思うんですけど、やっぱ、成功する人っていうのは本当1割だなっていう、まあそもそもそこにいかないんで、そう。だからい、まあしょうがないですけどね、まあそれが世の中の常ですから、<laughs> みんながね、俺は自由な生活したいんだ、社長になるっつってね、起業する人っていないんで <laughs>、まあしょうがないですけどね。 まあ僕はやりますけどね。僕はやると。周りがどう言おうが、周りがどんな状況であろうが、僕はこうしたいからこうするっていう。そうだから山に登りたいから山に登るっていう。周りはね、山に登ったら、そんな山に登ったら危険だよと。なんで命かけてまでそんな山に登るんだと。お前にはそんな山、あの山なんか登れないよと。 多分言ううでしょうけども自分はどうなのかっていういや自分は山に登りたいと思うから山に登りたいと山に登るんだと一つ事実が言うんだったらそう言って指さしてくるやつは山を登りたいと思っていないっていうね僕は思ったあなたは思っていないそれだけだと <laughs>、ね、<laughs> そう僕はハワイに行きたいと思ったけどあなたはハワイに行きたいと思っていない 僕はハハワワイイにに行行きたたいと思ったからハワイに行くんだでもあなたはハワイに行きたいと思っていないだからハワイに行かないでしょうとた <laughs> だって思ってないんだからそう成功すると思ってないんだからじゃあ成功してないんじゃないですかと <laughs> <laughs> トンとんちみたいな話ですけどまあ自分の人生っていうのは自分で決め,決めることなんで自分の意思がなければまあ 道は切り開けないですよねとてもすごくシンプルな話なんですけどシンプルな話だし事実だしうんまあ少なくてもまあね久保さんとか僕もずっとねやってるところ見せてると思いますしここまでやってるところ見せて、まあ、それでもなんかあのやらないのかと。 いや,やってるよと話でやってきたよっていう話で、まあ、久保さんの場合は今はまああの隠居みたいな感じでね利回りとかで、まあ、ちょっとビジネスもやってるけれどもまあ僕ほどはやってないんでだけど昔あの毎日セミナーやってたしね毎日セミナーやってましたからね久保さんの、ね、あの事務所でね <laughs> 毎日 <laughs> やってきたよっていう、まあ、今もライブをね久保さんもやってるだろうし まあ変わんないですね。僕は変わり続けるし、やり続けるし。うん。でもやれば、やればね、あのー、なんだ、やればあ、変われるよっていうのは、やれば変われるよというよりかは逆ですね。やらなきゃ変わらないようですね。正しく言うならば、多分。やれば変わるよ、もう言いたい、言いますけど、 事実はやららななければ変わらないよっていうのが事実なんでこれがもう普遍的な事実ですねハワイに行かなければハワイに行けないよって話ですよね <laughs>、うん、まあまあどこでそのアップデートできるかっていうのは人生のねあのターニングポイントじゃないかなと思いますね、うん、やっぱこの考え方というか まあこれがその腑に落ちて自分で理解できるようになるとまあやるだけになりますからね、うん、難しいですね人生を変えるっていうのはいってらっしゃい